お疲れ様です。今日は7月15日です。はい、スープカレーをね作ろうと思います。まずはこの間のスペアリブのソース冷凍してねあったやつを湯煎しますね。で、具材がほとんどありません。野菜がねないので、唯一具材と言えるのはセブンイレブンで買ったベーコン残り、まあ、これをね今日のスープカレー初日はですね、まあ、唯一の具材として使いたいなと思います。じゃあこれはこれでね単体でちょっと焼きましょう。ちょろっと、あーベーコンのいい香りがする。ちょっとこれまた使うんで一旦逃がしておきますね。ベーコン OK。今日はねレッスンが1件入ってるんですけれども、オンラインレッスン夜なんですよ。もう夜8時なので今日は1日空いております。で、まあ、最近ハマってるね練習、今ね2パターンやってます。リディアンオーギュメントとビブアップスケールっていうね、片方に飽きたら片方やるみたいな感じでね、まああんまり効率いいのかわかんないけど同時進行でやってるんだけど、まあ1個のことやってても飽きるからさ。まあ、大体スペアリブやった後はね、この冷凍して、ソースを、これ一杯分みたいなやつをジップロックにやって、でも2個ぐらいしかね、作れないんだけど、でもそれをちょっと薄めて、ね、これ一杯分ぐらいのスープカレーをね、作って、スペアリブ2回戦をね、楽しんでいるわけでございます。まあ、このソース美味しいですからね、基本的には玉ねぎと、まあ、今回は人参、で、キウイが入ってるのかな？あ、セロリも入ってるか。で、ワインでしょ？ニンニク生姜。で、スペアリブの味が出てますから、カレーのベースとしては十分美味しいと。だからもうね、自分の場合は単純に、薄めて、スパイス入れて、かつおだしちょっと入れて、めんつゆもちょっと入れるかな。そしたらもうスープカレー完成なんです。簡単。ほい。じゃあスパイス入れます。買ったばっかり、クミンシード。ガランマサラ。これかなりね、カレーっぽくなりますよ。ガランマサラ入れれば。もうすでにカレーの匂いがする。ターメリック。コリアンダー。ナツメグがある。あ、トマトソースあんだ、そういえば。贅沢。これもちょっと入れちゃおう。ズドン。一杯分ぐらい。これは贅沢ですね。むしろ手が凝ってる。おお、うまい。濃い。いいんです。濃くていいんです。これなら薄めます。半分ぐらい。で、ここに。めんつゆとかつおだし。うん、OK。そしたらこれはベースとして今日自分が食べる分別でカスタマイズします。カイエンペッパーちょこっと、これねマジ気をつけないと、これマジ気をつけないと怖いな。はい、もうこんなもんでいいと思う。で、追加でガランマサラ、追加コリアンダー、パクチー好きなんでね。で、ここにベーコン。できました。いただきます。うん、うまい。で、ベーコンがいるね、ちゃんと。結構ね、和風だしの感じ、うまい。ベーコンしか具材がなくて寂しいけど、まあ後で野菜ね買ってきて明日からはもうちょい増やしましょう。はい、それでは練習やっていきたいと思います。で、練習やる前にね、まずはウォーミングアップをやりたいと思います。この間、のりさんが YouTube にね、ウォーミングアップの動画載せてたんで、自分もちょっとやってみようと思うんですが、ウォーミングアップはですね、何種類か自分もやってるやつがあるんだけど、昨日動画でポジション移動のやつ紹介したんで、今日は別のやつを紹介しようと思います。これもレッスンでね、やってますね、生徒さんと。で、これは筋トレみたいなやつ、ほんと指鳴らしのやつで、使うのはここしか使えません。ドシドレシラソファで、しかもこのラは完全に固定してます。離しません。押さえっぱです。
使うのはだから中指薬指小指だけ。よくこういうのありますよね。これねあんまり意味なくて、個人的には人差し指中指っていうのは最初から言うこと聞くんで、鍛えなきゃいけないのは薬指小指なんですよね。だからこれをやります。で1分半を3セットやるみたいな感じかな。これやれるスピードでいいんですけど、自分はとりあえず今84からスタートして、これ24で1、2、3、4、1、2、3、4みたいな感じで、で1分半やっていきたいと思います。1、2、3、4。はい、これで1セット終わりで、30秒休憩したら2セット目やります。で今右手全部オルタネイトピッキングだったと思います。はい、オルタネイトでこれはやりましょう。でね、これやるとなんかこの辺、薬指小指のこの辺がね使ったなって感じするから。で先ほどよりもちょっとテンポアップして2回目はいきます。1、2、1、2、3、4。はい、でこうだんだん速くこうしていくんだけど、力んじゃうんでグーって速くなればなるほど、なるべく力を抜いてやる。はい、じゃあラスト1、2、1、2、3、4。はい、ふう、結構くる。でね、このウォーミングアップは自分がね日本の専門学校に来た時の先生が教えてくれたやつですね。はい、非常に筋トレ的な感じで使ったなって感じになる。こうぐーっとで大体今5分とかねやってたと思うんだけど、ウォーミングアップはこれで終了。そしたら今日やろうと思ってたレッスンを、違う、今日やろうと思ってた練習やっていきます。で自分はタイマーつけて、この30分間ではもうこれとこれしかやんないっていう項目を決めてやってます。だからなんかいきなり好きな曲なんかかけてガッてもう弾くとかっていうようなことはしません。ビバップスケールの方、こちらその2、ここから取り上げてやっていきます。じゃあとりあえず30分スタート。はい、今30分ブッブッって鳴ったんで一旦ここで休憩です。これはどんなにはかどってても一旦休憩した方がいいと思います。はい、これから第2ラウンドやっていきます。スタート。30分2セット目終了です。難しい、でも面白い。じゃあちょっと休憩だ。お腹空いてきたな。はい、休憩がてらこいつを設置してみたいと思います。ここかな。やはり、あ、でも一旦これ向きとかさ、そういうのがどうなってんのか取り付けてみないとわからんな。こう来てたとするじゃん、まあ、とりあえずレコーディングのことよりもオンラインレッスンのことを考えようと思います。こっち向きでやってるんでこうしたいとかいいかもね。じゃあこいつを設置します。がっちりよしごついな、デスク周りごついな。いいんじゃない、ちょっとマイクやってみるか。こういう感じで、じゃあ仮にアコギ録音したいよっていう時とか、ここ閉めて、こうやってコンデンサーつけてみよっか、せっかく買ったし。これね結構ここじゃないと拾わないんですよ。買ったんだもん。コンデンサーにしてみようよ。
どうですか。じゃあケーブルもどうだろう。いいんじゃない、これぐらい固定しよう。ちょっと余裕持っといてあげて。すごくいいと思います。これで基本上の方から声は拾ってるって。こっちで手元の寄りとかこれで取れるし、すごい柱みたいなのが2個ここにあるけどさ。まあでもここまでこうやってやっとけば別に邪魔じゃないからね。マウスも別に動かないから、こっからずっとここだから。いいじゃん。これで毎回セットアップする必要がなくなりました。ということはマイクスタンドも片していいです。じゃあまた練習していきましょう。チェックチェック。ではオンラインレッスンやっていきます。このマイク使ってみよう。はい、お疲れさんです。最後っていうかヤスしかいなかった今日だから練習してた今日は。ビバップですね。ジャズだね。難しい。はい、お疲れ様です。本日のレッスンも終わりました。まあ安だったんだけどね。で今日はグリーンアップル、これ飲んだことないです。ちょこっとぐらいでね、これいいんですよ。かなり濃いんで、もう氷入ってます。いただきます。あ、グリーンアップルっぽい。あー、うん、飲みやすい。これもなんかさっぱり系だね。なんだっけ、カラマンシー昨日飲んでたやつ、美味しいです。まあ今日ね、そのレッスンやってて、まあ、たまたまだけど、その練習みたいな話にちょうどなってさ、自分は練習するって言ってもこの項目を練習する、この時間で、それを一周のサイクルにするみたいな。で、30分終わったら休憩するし、で、次また練習するって言っても、これをやる30分間みたいな風にこう決めてやるんだよみたいな。で、それとギターを楽しく弾くみたいなのは全然別個にしてんだよみたいな話をね、そのレッスンでもしてて、で、ああ、それは考えてなかったわってこう、ヤスも言ってたんだけど、だから楽しく弾くときは、そういう練習のこととかは考えてなくて、単純に楽しく弾く時間っていう風にしててさ。でもそれがあるから、練習はその楽しいとかじゃなくて、まあ楽しくする工夫はするけど、基本的に練習はこういう練習をしますっていう風にやっぱ決めてやってるんだよね。その中で飽きさせないために少しでも楽しめるような工夫はしてるけれども、でそれとさらにまたライブ前でこの曲を覚えなきゃいけないって、こうイズマティックの時とかやってましたけど、それはそれでまたその本番とかレコーディングとかそれに向けての練習なので、今日自分がやってた練習っていうのは単純に自分が勉強したいことをやる練習なわけですよ。その都度その都度、練習しなきゃいけない内容っていうのは変わってくるというか、その、目的が別になってくるんだけど、イズマティックのライブ前とかレコーディング前とかさ、そういう時もさ、結構練習してる風景を Vlog でも使ってたと思うけど、その時も結局30分タイマーとか使ってやってます。1時間とかさ、2時間とか、ぶっ続けで一気にやってません。サイクルでやってます。まあ、Vlog シーズン2のどっかで言ってたかもしんないけど、ポモドーロタイマーだっけ？動画の編集をね、こうやるんだけど、毎日やってんだけど、やっぱ最低でも2時間はかかるし、ここ最近なんかは3、4時間かかってるんですよね、ずっと。でもそれを一気にやるのってできないから、30分サイクルのタイマーっていうやり方を使ってね、動画をやってるんですよみたいな話をまあしたんですけど、結局それを気に入って使ってるんですよ。動画の編集にしても練習にしてもね、一旦30分はやる。で、ちゃんとその後休憩するっていうサイクルでね。で、それが自分にははかどってて、逆に言えばその30分間はその決めたことしかやんなくていいっていう感じなんですよ。他にもさ、やんなきゃいけないことっていっぱいあるじゃん。なんかご飯作るとかさ、なんか返信しなきゃいけないとかさ、あるでしょ？そういうのをやんないで、もう30分間、この練習をしますっていうのだけやってればいいっていう風に使ってるというか、集中してやれるよっていう
ことですよ。 SNS 見ないでさ、今日だったらビバップスケールの練習、しかもちゃんとこうビバップスケールの練習の中でもテーマを決めて、ここだけこのフレーズだけ、そういうのでやってるんですよね。でその縛りが楽しくさせるというか、限定でこれしかやれないんだみたいな風にすると、なんかその中でこうこの運指で行ってみようとかさ、なんかそれが自分をこうワクワクさせるというかさ、それで結局練習できるっていう感じで。でも今日楽しくじゃあもう30分間ギター弾こうっていう風にやったかというと、そういうわけじゃないんで、何も考えずに楽しく弾けるっていうのは、なんかもはや自分の場合はなんか人と演奏してる時っていう感じなんで、自分一人でギター弾く以上楽しい時間かっていうと、なんかちょっと違うんですよね。いろいろ人によってその音楽とかギターの向き合い方が違うと思うんで、それはまた人それぞれなんだけど、で例えばさ、この曲のこのギターソロがこう好きなんだっていう例えばあってさ、それが弾きたいんだったら、じゃあそれをウォーミングアップにすればいいし、それを楽しく弾く時間にすればいいし、でもそれとは別に練習するっていうだけの時間を作ったらすごくはかどりますよっていう話でございました。はいはい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。また明日。